ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。トカチ産小麦のホテルブレッド2斤サイズ698円です。メルマガ掲載の新商品です。今までも国産小麦でしたが、トカチ産小麦になり、もちもち感アップです。加工日は今日、消費期限はしあさってです。袋から出すとバターの良い香りがします。長辺で29センチくらい、高さは12センチくらいです。アルミトレイからも気持ちよく取り出せます。おすすめは超厚切りです。柔らかすぎて切りづらいので、どっちみち薄切りは無理なんですけれども、コストコのブレッドで過去一柔らかいと思います。婚礼羽毛布団のようなふわふわ感と、シルクのようなしっとり感、赤ちゃんのようにもちもちしています。ちょっと油切ってますけれどもね。程よい甘さもあり、このまま食べるのもおすすめですが、トーストするなら焦げないよう短時間で焼きます。切り込みを入れてから予熱したオーブントースターで45秒くらい温めます。すでにバター風味があるのでスプレッド系も不要です。もうね、とにかく美味しいです。保存はラップしてジップバッグに入れて冷凍庫が一般的だと思いますが、うちはすぐに食べちゃうので、せっかくの厚切りのふわふわ感が損なわないように1枚ずつジップロックコンテナに入れて常温3日で食べきりました。シェルインストロベリー998円から200円オフは10月19日までです。メルマガ掲載品です。1個あたりは 39.9 円、原産国はフランス、賞味期限は12月31日です。約2ヶ月半です。20g が20個入っています。シェル型のパッケージで開けやすいです。いちご風味のデザートクリームチーズです。色も可愛いし、美味しいので気に入っています。ホテルブレッドをレンジで軽く温めてからシェルインストロベリーを塗ります。チアシードを振ってクラッシュミックスナッツをトッピングしました。和歌山県産の種なし柿、998円です。メルマガ掲載の特別価格です。230グラムくらいの柿が9個入っています。1個あたりは 110.8 円。保存は長く持たせたいなら、額に濡らしたキッチンペーパーを当ててラップします。そのままラップしたのと、何もしないでポリ袋に入れたものの3通りの保存方法で野菜室へ、時間差で楽しみます。そのままでも甘くて柔らかくて美味しいのですけれども、サラダにもおすすめです。カットしてから砂糖水に10分浸せば変色が防げます。ライスペーパーとポテトのお化けはクックパッドに投稿しました。概要欄のリンクからご覧ください。ミチョビューティースクープ597円です。多分見切り価格なので2箱購入しました。気に入ってるのでね、もっと買いたかったぐらいなんですけれども、製造は熊本県です。ザクロとパイナップルはそれぞれ4個ずつです。1個あたりは 74.6 円。酸味が効いてて爽やかな、罪悪感のないラクトアイスです。どちらも 70ml 入りで、ザクロは 86kcal、 パイナップルは 83kcal です。ビタプラスホワイトグレープフルーツシラップ漬けカップ12個入り1780円から200円オフですが、それはいつまでかは不明です。1カップあたりは 131.6 円。原産国はメキシコです。用冷蔵です。賞味期限は11月16日です。約1ヶ月です。なので短いからお安くなってたのかもしれませんね。以前ビタプラスルビーとの違いを投稿しておりますので、リンクを貼っておきますね。ちなみに大人気のカークランドシグネチャーグレープフルーツシラカップ12カップ入りは2098円です。シロップといっても甘ったるいものではないので私は好きです。1カップあたりは 108kcal です。朝食を作ります。カッテージチーズを作ります。牛乳 250ml を60度に温めます。酢を大さじ1入れて混ぜます。分離してもろもろしてきたらこします。明治のホームページを参考にして作りました。スープを作ります。鍋に 300ml の水を入れて沸かしたら、冷凍しておいたしめじと玉ねぎを入れます。砕いたマギブイヨンを1個入れます。みりんと醤油は小さじ1ずつ、
味見をしてお塩で調整します。ロメインレタスを入れます。ライスペーパーの破片を入れて、これはなるべく食べる直前に入れた方がいいです。フォー風スープの出来上がりです。トーストしたホテルブレッドにバターを塗り、カッテージチーズとグレープフルーツ、ミントを乗せてオリーブオイルをかけます。フロリダトーストです。朝食の完成です。今週のお酒はアサヒスーパードライクリスタルです。ファミマアプリのクーポンなのでコストコとは関係ありません。アルコール 3.5% なので軽め、爽やかな喉越しで美味しかったです。メニューはハロウィンシーザーサラダ、骨付き LA カルビ、ホテルブレッドのオープンサンドです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。詳しいレビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。